カニシカオウのシャリ容器、カニシカオウのシャリ容器は、銅白で全面を覆われた仏教遺物で、製造年代は、クシャーナ朝のカニシカオウ統治元年にまで遡る。この遺物は7世紀、中国の巡礼によって、インドで最も高い仏塔と記録された、ペシャーワル郊外のシャージーデリー遺跡の発掘中、カニシカオウのストゥーパの地下に渦漏れた小部屋から発見された。中には、 釈迦の三つの骨片が入っていたと言われ、1910年に英国の発掘隊によってビルマへ運び出された。それは現在マンダレーで目にすることができる。シャリ容器自体は現在ペシャーワル博物館に保管されている。また複製が大英博物館に所蔵されている。シャリ容器にはカローシティ文字で名文が刻まれている。名文の内容はカニシカプラノ。 マハーラージャ、カニシカにより説一切ウブの孫子らにこの価値ある、香箱は奉納されるといったものである。容器の蓋には脇地に梵天と大釈天を従えた、レンゲ座にあぐらする釈迦が描かれている。これは、梵天感情を描いたものと思われる。蓋の縁には、霊魂の旅立ちと、無情からの下脱を意味する、飛行するガチョウのフリーズで装飾されている。 何話かの画帳は口に勝利のリースを加えている。1910年、ペシャーワルのカニシュカ王のストーパから発見された、フツシャリ容器の側面には、クシャーナ朝の君主とその脇に控えるイランの神が描かれている。そのそばには着座した仏だと、仏だを崇拝する菩薩と見られる、王公風の人物が描写されている。天使に祝福されたガーランドが、場面のあちらこちらに散りばめられ、 典型的なヘレニズム様式を呈している。ありがとうございます。